1946年から2009年までのキロワットアワーあたりの計算量、空命の法則は、計算機の歴史における長期的な傾向を表す法則。消費されるエネルギー1ジュールあたりの計算数は約1.57年ごとに倍になっている。この傾向は1950年代以降かなり安定しており、ムーアの法則よりいくらか早い。 ジョナサン・クーミーはこの傾向の次のように明確に述べている。コンピューティング負荷を固定すると必要なバッテリーの量は毎年2分の1になるであろう2011年、クーミーはこのデータを再調査し、空名の法則が収まっていることを発見した。2000年以降、倍になる期間は1.57年ごとではなく2.6年に遅くなっていた。クーミーは これらの二つの成長率の差は相当なものである。一年半で倍になると10年で効率が100倍に向上する。二年半で倍になると10年で16倍にしかならない。この原則はより小さいサイズの電子機器の効率の向上をたどったデナード速の終わりや時間の経過による電子部品のサイズの減少をたどったムーアの法則の原則に関連する。 空運命の法則が示唆するものは、同じコンピューティング負荷に必要なバッテリーの量は10年で100分の1になるということである。計算デバイスが小さくより機動性のあるものになるにつれて、この傾向は多くのアプリケーションに対する生の処理能力の改善よりも重要であり得る。さらに、エネルギーコストはデータセンターの経済において、ますます重要な要素となっており、 空名の法則も重要性を増している。空名の法則の原則は情報通信技術におけるエネルギーの使用に対しても視さを持つ。しかし、コンピュータは常にピーク出力で動作しているわけではないため、この原則の効果は10年以上観察されない可能性がある。クーミーはあらゆる指数関数的傾向と同様にこれも 最終的には終了する。10年ほどでエネルギー使用量はコンピュータがアクティブな時に消費される電力により決まる。そしてそのアクティブな時の電力は依然として、ムーアの法則の原則の背後にある物理学の人質となるであろう。クーミーはこの傾向が最初に文書化された i e e e ンルズオブザヒストリーオブコンピューティング内の記事の主筆であった。ほぼ同時期に、 これについての短い記事を IEE スペクトラムに発表した。さらに MIT テクノロジーレビューや A 陸、ブラニョールフソンによるエコノミックス・オブ・インフォメーションブログ内での投稿、エコノミスト・オンラインでさらに議論が起こった。この傾向は以前はデジタルシグナルプロセッサーで知られており、ジーンの法則と名付けられた。この名前はテキサス・インスツルメンツの電気技師ジームフランツにちなむ。 フランツは DSP の消費電力は25年間にわたり18ヶ月ごとに半分に減少したと書いている。最新の研究によると空明の法則は減速し2.6年ごとに倍になっている。熱力学第二法則トランダワーの原理によって不可逆計算がエネルギー効率を永遠に高め続けることはできない。2011年現在コンピュータは 約0.0001%の掲載効率を持っている。計算のエネルギー効率が1.57年ごとに倍になり続けると仮定すると2048年にランダワー,ーの限界に達する。よって2048年以降空名の法則は成り立たない。しかしランダワー,ーの原理は可逆計算には適用できない。この技術や まだ開発されていない他のビヨンドシーモスの将来の計算技術は、空明の法則を超え全く新しい効率性を示すことになるかもしれない。ありがとうございます。